え本日はですね、えーとまあ、呼吸器と、えー、その時の対応としてですね、まあ、こんなことが考えられるんじゃないかなって、まあ、これか確実に個人の考えですでプラスして角度、えー、画でも上がっているイオンチャネルのね、まあ、関係性を示していけたらなと思うんですがまず患者さんの呼吸状態が悪くなると PACO2 が上がります。これによってヘンンダーソンハッルルバルヒン 書いてある通り PaCO2 っていうのはですね pH と関わりがあるんですねここね p h 6 1すログの0 0 3かける p c o 2分の HCO3 で示されるんですが、まあ、HCO3 とかねも関わっていくんですがここですね今回着目してる PaCO2 ですこれが上がることによって上がると分母が大きく大きく大きくなってこの ここの値は小っちゃくなるの分かりますこれで出かければでかいはずねつまり PH というのは下がってしまいますそうすると呼吸性による足同士つまり PH が下がって、えー、体中が酸性だらけの状態の足同士になりますここでまあメイロンを入れるなぜかというとですね HCO 3が多くなって PH が アル,アルカリに傾くんですこれこれまあ入れるっていうかこれこれね個人の考えなんでこれ基本的には先生の指示のもとコメディカルを動かなければいけませんので動画を見ているコメディカルの方がいましたらまあこれ、ね、先生にこう入れるかどうかっていうのはね先生がきっとこ,こ,この時にこういうふうな考えするんだろうなっていうのは頭にとどめとくと。で状況によってはねうまく先生にね、えー 言ってねアセスメントできるようにね、えー、するのがすごいいいのかなと思うんですが、まあ、基本的にメイロンを入れるというの一つの手がこれによってがが多くなって pH がアルカリに傾きますね呼吸性アシドー質で、えー、体が酸性だった状態にな,なるので HCO を、えー、入れてあげることによってまあ この呼吸性アシド質ってことはこれつまり H プラスがね多い状態ですよね酸これ不揮発性の酸ですか酸性が多い状態これで HCO3 を入れてあげると酸性を消してくれる HCO3 がね中和してくれるうりゃーって中和してくれるわけですよねそれで不揮発性の酸が少なくなってアルカリに傾きますとでアルカリに傾くとどうなるかっていうと細胞は ナトリウムと H の交換体とナトリウムカリウム ATPR です、ね、それで僕の過去動画でもこれ一部で言っていたこちらの図が関係わってくるんですがこいつらとこいつらがね活性化するわけですよ。何かっていうこれね細胞の内側これ細胞の外側としましょう血液がねこれ細胞のイン側ですよ。細胞は えー、膜で隔てられて,てそこにチャネルといわれるタンパク質があるんですねチャネルタンパク質とイオンポンプタンパク質も分かれるんですがイオンポンパは ATP というエネルギーを使ってウルャーってこうナトリウムを外に出してカリウムを一概に引っ込みますウリャーそうすることによってカリウムが減る、ね、血液中からそしてそれと同時に、えー、H プラスが減少してますから今の状態でいうとね H プラスが血液中にない。 H+, ププララススが少ないよーっ欲しいよ欲しいよ、h、欲しいよっ h h てなりますね、h、このチャレンジン保からうりゃ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 ってあげるわけです。うりゃ細胞の中から外へうりゃうりゃうりゃ,うりゃどうぞあっ、H+、たまってようれしいよっていうことになりますね。そうすると H+ の3を出してまた足同士に向かっちゃうわけですね。 そしてそしてカリウムを細胞内に入れるとただし一時的に細胞内にカリウムが入るだけのため再度高カリウム結晶になる可能性があるんですよねつまり、えー、細胞内にカリウムを一時的にこう蓄えてくわけですね、えー、貯金しとくと。でもねこの 貯金してるね銀行がちょっと潰れてねうるやって金をまた出さなきゃいけない状態になっちゃったそんな感じですねひどい例えだこれをえ行われることによってまあ要は足同士呼吸が悪くて最初は足同士そしてメイロン入れてアルカリになったんだけどアルカリに向かいすぎちゃうとえー低カリウムになってさらにまた足同士になっちゃうんですねっていうことが起こりえるのでえカリウム値が1回 この時点で、えー、血がスタッてって言われてカリウムね低かったとしても再度ねこの一時的に貯蔵してた細胞から、えー、徐々に徐々に徐々にね、えー、カリウムが出てきて効果になる可能性があ,あるよっていうのを考えとかなきゃいけない。でそれ以外にもですね、まあ、消化器科とかだとカリメイト使用したりね。 してえー、腸内でカリウム分をです、ね、吸着して便とともに、ね、排出してくれるやつもあるんですねこういうのを利用して、まあ、患者さんに影響がないようにしてあげると。で、えーっとまあ、カリウムというのは、えー、以前の動画でも見ているんですが高くても低くても、えー、今回、ね、低い場合に、ね、低くても高くても正常値以外だったら不整脈を,を誘発する原因になりかね でそこにこういったねアシドー質とかアルカリウ質っていうのも実は密接に関わってますよっていうのはですね皆さんちょっと頭に入れといていただければと思います。今日は以上。